はい、皆さんどうも橋本でございます。前回から少し間が空きましたが、グラズノフ工業局第5番の解説を始めていきたいと思います。今日は第一楽章3回目、205小節目から332小節目までを解説していきます。最初205小節目からのボーイングは、最初のピアノをアップから入ります。アップから入って優順ですね。ずっといきますと213小節目のフォルテがアップになってしまうんですけれども、このまま行っていただいて構いませんので、次の215小節目になりましたらこのディミネンドがありますので、これをダウンで弾くことを優先して、ここは213小節目はフォルテですけれどもアップで入っていただいて構いません。それ以降もピアノからアップ当て始めて、フォルテで今弾きましたようにダウンですね。最後のピアノのディミネンドをダウンで終わっていただきたいと思います。230小節目からピッチカートになります。で、ここは基本的には3つの音を全部同じポジションで取ることができます。その次も3つ目も最後4つ目もで、残り出てきます。今弾きましたで、ハーハーも第1ポジションでまとめていただくことができますので、3つの音を1塊のポジションでまとめて取っていただきたいと思います。249小節目から2小節間はディビージになります。で、アウトのパートは上のピッチカートで、インのパートが下の1小節奥でのアルコを弾くようにしてください。で、アルコのボーイングなんですけれども、最初のベーはディミネンド書いてますけれども、アップから入っていただきたいと思います。アップから入って、あとは弓順ですね。ダウンで弾いていただきたいと思います。あとはずっと弓弦ですね。はい、で今262小節目まではこのように弾いていただきたいと思います。263小節目からのボーイングはピアノと書いてあるんですけれども、その前のボーイングの兼ね合いでダウンで入ることになります。で、2小節単位でここはもう介入していただいて構いませんので、クレッシェンドのところの小節、後半2小節で快音でアップして、で、メゾボルテになった4小節間のこのタイの場所はもう一読みで弾くようにしてください。で、次のピアノのこのオクターブ下がった F の4小節もアップ一読みで十分になりますので、メゾピアノのあと残り4小節をダウンで弾くようにしてください。279小節目からも今弾いてますようにピアノのスタートをアップで、クレッシェンドの到達でメゾフォルテのデーをダウン、この繰り返しになりますので、アップからの弓順となります。次なんですけれども、次の F からのピアノを F と A、 これをアップアップとします。で、小節数で言いますと283小節目4小節目、ここがアップアップとして弓順 で今弾きますフォルテの F がダウンで弾くようにしてください。続きまして299小節目、まずボーイングを説明していきます。ここはダウンから入ります。今弾きましたところがダウンになりまして、でもう一度同じフレーズが続きますので、307小節目の地図、これをもう一度ダウンで弾き直します。で、クレッシェンドがあります。このディスはこのように1小節単位で介入していただきたいと思います。続きましてポジションを説明していきます。まず最初はアーセンの4で地図を取ります。そしてハーフポジションで、で、ピスを第1ポジションで1で取りまして、でまとめて取ることができます。で、エイスは D 線で2で取ります。で、次の小節のディスなんですけれども、最初の時はアーセンで取ったんですけれども、 D 線を使っていただいても構いません。 D 線を使った場合はそのまま、はい、このようになります。で、次のここはできればここはの
ギスは電線を使って取っていただきたいと思います。ヨウも使いますと楽々取ることができます。でまた次の小節の地図でまた戻しまして、あとは同じポジションですね。今ディスはアーセンで取ったんですけれども、アーセンでもデーセンでもどちらを使っていただいても構いません。315小節目からのポイントは、最初は2小節間でダウンで弾くようにしてください。で最後はにもこの1つとスターでつながっているフレーズなんですけれども、ここは最初2つをアップで弾いて、ここで返します。ディスで返しまして、ディミネンドがありますので次のボーイングの兼ね合いでダウンでここで返りをします。このように弾いていただきたいと思います。で今ポジションなんですけれども、今最後の A をこのアーセンで取りました。でこれは次の小節321小節目を見たいと言われているんですけれども、ここがノンリピージということで、アーセンとオクターブを両方同時に弾くことが要求されていますので、すぐポジションを変えられるように一つ前の A でこの第3ポジションを使っていただいて、このアーセンで A を押さえていただきたいと思います。このようにも同時に鳴らします。アップ1弦で弾いて、あとはメゾピアノになったところからはポジションも無理にもう、上の R を下線に戻す必要はありませんので、ポジションはもう変えずに冷線で、押さえるようにしてください。はい、今日はここまでとさせていただきます。で先ほど説明しました299小節目からは、主題を弾いておりますの で音量はピアノとなっていますけれども、結構低音が要求されますので、割としっかり、弾いていただきたいと思います。第一楽章3回目の解説はここまでとなります。解説動画のリクエストがございましたら、コメント欄にどしどしお寄せください。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。